さてさてさて、お待ちかねのというか、まあ本当にたくさんの方がですね、待ち望んでいたバスフィッシング大学シャッド編っていう、はい、はい、今回はまあこれをお届けしたいなと。ちょっとずっと俺な、まあ、そうですね、今のところあの第3回までは今のところ加藤さんで来てるんですけど、実はすでに第4回目ももうすでに取り終えてるのも加藤さんで言ってるじゃないですか。何撮ったそれは忘れてる。オーストラリアで、あ、撮ったね。はい、オーストラリアで第4回までは今取り終えてるような感じで、まあ、順番あの逆になってるんですけど、第3回のシャッド編という、撮ったことすら忘れてるあの、まあ、出たいというね、はい、あの方もちらほらいらっしゃってですね、まあまあずっとね、加藤さんもこの後アメリカに行かれる、あ、そうです、そうです、じゃないですか。なので、なかなかね、そうそう、ありがとう。またあのー、いいんですよ嫌って言ってるわけじゃなくて、はいはいはい、なんかほら、はい、内容とかいろいろ言われるから、あ、そうですね、そうそう、また俺でいいのかなってこう遠慮気味な感じで、ありがとうございます。本当にLINE をできる限り LINE をさせていただきますはい、というわけで、はい、まあ、シャドウの釣り、まあ、シーズンといえばシーズンじゃないですか。そうね、寒い時期ね。はい、で、ざっくりのこの、まずはこの大きな、シャドウというこのジャンルについて、うん、ルアー、まあ、ありとあらゆるルアーがある中で、まあ、シャドウというとちょっとなんかクランクベイトに近いのかなとか、はい、まあ、ミノーに近いのかなとか。そうね、これね、はい、多分シャットっていうジャンルがあるのは、はい、日本が、まあ、本当に発祥だと思うんだよね。お、あの今の、はい、日本人が考えているシャットの釣りは、そうかもしれないですね。多分だよ。でも本当に僕がバスフィッシングを始めた頃のシャッドっていうものから、うん、なんか大きくイメージが変わっ、シャッドを変えちゃったんだよね。そうですね、イメージをね。はい、そうだから今まであった従来のシャッドっていうのと、今多くのこのバスアングラーが考えるシャッドっていうのが全然違うものになってると。シャッドは、はい、シャッドって魚がいるじゃん。そもそもシャッドっていう魚が、そもそもシャッドっていう魚がいるんですよ。はい、でそのシャッドっていう魚がいて、はい、それに近いものを、まあ、シャッドって呼んだってだけで、はい、基本はクランクベイトなんですよ。基本はクランクベイト、基本はクランクベイトだったんですよ、はい、だから基本はクランクベイトで、クランクベイトのちっちゃい、いわゆるシャッドって呼ばれる魚に近いような形状をなんとかシャッド、例えばCC シャットとか、シャットラップラパラとか、ああ、もう本当に昔に、そういうふうに呼んだとこからシャットっていうふうな名前が生まれてき始めたと。そうそうそう。で、このそもそもね、まあ、それがシャットのルーツだとすると、うん、ルアー界にシャットが生まれたのは本当にもう、いや、すごい昔っていう話ですよね。すごいと言っても30何年前、40年前には、あったかな、18の時は、ウォーマーのスピードシャットはあった。あー、ボーマーのスピードシャッド、うん、あれもだからクランクベイトやけど、はい、スピードシャッドって言ってシャッドって呼んでんだよ。まあ、当時からボーマーはそのクランクベイトのラインナップはずらっとあったわけですか。そう、デレーターだからずっとあって、はい、その中にスピードシャッドって、シャッドっていう名前がついたルアーがあったのがボーマーじゃないかな。じゃあごめん、向こういつも言いますけど、前後はもう昔の話なんで僕は自信ありません、はい、正確には、はい、ただボーマーのスピードシャットが、そこを正確に、そのボーマーのスピードシャットが一番なのか CC シャットが一番なのか、
ラウリラパラ CC は後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  CC はだって俺が、はい、あのダイヤモンド誕生者の時に、はい、ヒロさんが持ってきたからそれは後絶対あーっていうことはもう95年ぐらいの話そうコットンコーデルコットンコーデルの CC やコットンコーデルで CC シャッドですからねそう、はい、それよりはシャッドラップラパラの方が先じゃないかなシャッドラップラパラは92年とか頃に日本にはあったと思う93年とかにあったような気がするごめん気がするまあそこ本当に正確に知ってる人はまたねメールあのコメント欄でもどっちが先だったのかっていうのはまあでもそれは昔の話なんでどっちが先でも後でもいいんだけど、はい、要はクランクベイトのジャンルの中にあるシャッドって形状がシャッドだったんだよシャッドっていうのはそもそもそのスレッドフィンシャッドとかスレッドフィンシャッドそうギザードシャッドとかシャッドっていうのがいいんだよこれでも日本で言うといないですよね日本はいないけどだから日本はワカサギだとか、はい、いわゆるその細いんだよねミノーっていう日本はどちらかというともっと細いですもんねそうです細いんですよでもシャッドはちょっと体高は高いんですよはいそれがいってそれに近いものをシャッなんとかシャッドだスピードシャットとかなんとかシャットって呼んで、はい、シャットってじゃんそういうクランクベイトの細いやつ、まあ、今で言うとクランクベイトのフラットサイドみたいなもんだよ日本で言ったらはい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 、はい、まあギルに近いのフラットサイドとかいろいろ言うじゃん言いますねそれと似たような感じ、はい、でギ、まあ、そういうのがあってでそれがその日本はほらジャークベイトがの釣りがあって、はい、でジャークベイトの釣りとクランクベイトの釣りの間の釣りにその変化していったんだよね巻きシャットじゃ ないところへ行ったんだよ巻きシャットだ巻きシャットはクランクベイトだっていうことはつまりあれですねもともと CC シャットだったり、まあ、バグリーのバッシンシャッドだったりそうそうそう、ラパラのシャッドラップラパラのシリーズであったりでスピードシャッドだったりがそもそもは巻きシャッドそう、まあ、クランクウェイトなんですよあもうずっとこう巻き続ける釣りとしてまあシャッドっていうジャンルをこう一つ最初ジャークしてする釣りで入ってきたわけじゃないから、はい、その手のシャッドは全部はいでも日本のシャッドってジャークと止めと巻きとまあいろいろあるんだけどそのベビーシャットだからそのねジャークとか、うん、止めシャットとか巻きシャットとかって、うん、そう考えていくとやっぱ加藤さんが作ったんじゃないですかいやそうだからベビーシャットを僕が作ったからこういうことになってっちゃったのよ多分ねと思います多分多分多分、はい、多分でベビーシャット自体は、はい、止めの釣りがスプーンビルミノってあったじゃんあーレーベルレーベルのスプーンビルミノそうはいがコンプリートリーブとか流行っててまあ多くの人コンプリートリーブすらわからないかもしれないんでごめんなさいロッドストロークでそのロッドストローク分だけ泳がして止めて巻きながら戻ってまたロッドストローク分だけ動かすっていうのがポンプリドリーブっていうあの組み上げ式ポンプの動きに近いっていうのでまたこうねこういうやつねこういうやつこういうやつこれをポンプリドリーブと呼んで、はい、まあ流行ったわけですよ、はい、それラリー・ニクソンが来てビアゴで釣って、はいね、でそで止めの釣りが流行って、はい、サスペンドミノーっていうジャンルがそれでこうちょっと注目されるわけですよそれって何年の話なんですか86か7年だった86年か87年にその辺日本にようやく止めルアーを止めて使うっていうそう概念が、まあ、入ってきたとそうはいでその概念が入ってきてサスペンドって言葉がちょっと流行るんだよ、はい、なるほどちょっと流行るんだよだからサスペンドものっていうのがそれまではなかったってことですかなかったと思いますねちゃんとしたサスペンドものはないですねでどっちかというとフローティングに重りを張ってサスペンドにするっていう時代だからはいもともとサスペンドで出てくるっていうのはなくてはいだからもちろんスプーンビルミノも重り張ってサスペンドにしてたし、はい、他のミノもだからサスペンドにうんでもうその前になるとさあったかもしれないけど記憶がないんだよな細かい
だから知ってる人は知ってるかもしれない、僕は記憶ないってだけかもしれないけど、うん、はい、まあでもそんな感じで、元祖サスペンドルアーって一体何なのかって、それもまた知ってる方は、ね、いやー、もうでもどれが元祖でもいいでしょ、まあ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 、どっちもまあ40年も前の話、僕は単純にルアーオタクとして、ルアーオタクとして、そういう本当に初のサスペンドルアーって何なんだろうとか、そうね、はい、気にはなりますよね。分かんないよ。でもそれ今現段階で僕は知らなくて、分かった、はい、教えてもらって知ってる人がいたら、でも多分知ってる人も聞いた話なんだよ、あ全部、はい、だからこの間諸説あるって言ったのは俺も、はい、所詮聞いた話だから諸説なんだよ。確かに確かに、自分で見た話じゃなくて、はい、で例えばアメリカのおっちゃんすごいさ、はい、起源はなとかって言うんだけど、でもその人もその起源に立ち会ってるんじゃなくて、それも聞いた話だからさ、まあ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 、どんどんその連想を伝言ゲームだから、どれが合ってるかはもう俺には分からん、はい、ただベビーシャットは分かる、自分で作ったから。そうですね、まあでもそれもだいぶ前だから記憶が違うかもしれないけど、まあサスペンドものがこう出始めて、サスペンドっていう言葉がこう盛り上がって、で、各で TD シャットにサスペンドがあった、ありました、ありました、作ったんだよ、はい、それはもともと。でも TD シャットってその大きいのと 60mm と 75mm とそうあったんですかね。そうで、はい、106ってやつは、はい、シャローリップなんだよ、短いですね、短いリップ、はい、で7の方がロングリップなんだよ、確かもうそれはあんまり自信ねえけど、はい、まあ、でそれはサスペンドがあったんだけど、でもそれも止めてジャークするようなサスペンドじゃないんだよ。これがまた面白いんだけどさ、はい、要はポンプリトリルでプル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 って止める、はい、要は止めの釣りだったから、はい、パンパンってやって止める釣りはサスペンドシャットにはないんだよ。ないっていうか、そういう作りをしてないんだよ、ルアー自体。確かにその動かし始めてからのアクションのレスポンスでいうと、TD シャッドっていうのは60も 75mm も結構大きく、そうバタ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 クランクベイトなんですよ。動きは本当にクランクベイトで、クランクベイトのシャッドボディなんですよ。はい、だから今時のいわゆる皆さんがイメージするシャッドっていうタイトなビュービューっていうのじゃないんですよ。ないですね、ないんですよ。でタイトなビュービューっていうのにしないと、パッパッてやった時にピッピッて飛んだりしないんですよ。でもSR シリーズ、シャッドラップラパルのシリーズっていうのは比較的今のシャッドに近いタイトアクション、タイトアクションなんだけど、でもシャッドラップラパルもリップが水を掴むから、はい、こうした時にひっくり返っちゃったりするんだよ。確かにジャークした時のその追従が良すぎて、そう水掴みすぎてっていうのはでダメなんだよ、はい、っていうのはだからミノーとかは水を掴みきんないから飛ぶんで、はい、完全に掴んじゃったらそのまま潜っていっちゃうじゃん、ビュッビュッビュッ。そうですね、だからそれはダメなんだよ。確かにそうそう、あの SR シリーズパンパンやってもギュッギュッて、だからもうすごいバランスよく作られてるじゃないですか。飛ぶ方にできてない、飛ぶ方にできてない。 で、バッシンシャッドってバグリーのね、もう泳ぐ方にしかできない、これもバタバタ系だし、だから飛ばそうと思ったら、はい、こういう飛び方しちゃうんだよ、潜れませんの飛び方しちゃう。ピュッピュッっていうミノーみたいな飛び方は難しい、できないですね。それはもともと泳ぐように作ってるから、はい、まあ、それしょうがないじゃん、しょうがないです。だマキシャットとしての中にこのジャーク止めっていう新たな、うん、ジャンルが入ったのがベビーシャットからなんだよ。そういうことなんですね、だと思う最後はどう思うってつけとくでもこのベビーシャットは加藤さんがラッキークラフトで作った2番目のルアー、ね、正確に言うと、はい、打ったのは2番目打ったのが2番目打ったのは2番目これね。でも作ったのは3番目か4番目なんで、はい、あ、そうなんですか。そう、まあその頃って、はい、その今ね、みんなコンピューターあるし、はい、あの普通にパソコン家に1台とか1人に1台あるけど、はい、その頃ワープロの時代だからさ、ああ、もうこれって98年とか、その後、ベビーシャッド、だからベビーシャッド93年、あ、これ93年なんですか。93年はあ、
で、ベビーミノーとか正確に言うと94年かもしれん、分からん、その辺まあでもその辺ですよね。だってベビーミノー、ベビーミノーを作って、はい、ベビーシャットを作って、はい、でもベビーシャット作ったんだけど、パンプバックミノーが間に入ってるんですか。いや、フラッシュミノーが一番先なんですよ。ああ、実は8号、はい、フラッシュミノーの8号は、はい、を作ってたんです最初、はい、でフラッシュミノーの8号を作ってたんだけど、うまくできなかったんです、すぐ、まあまあその頃の時代だから手で作ってるからさ、はい、でフラッシュミノーの8号を作りながらちょっと挫折しつつ、でもね、僕もう全然ちょっとシャットから離れるかもしれないですけど、うん、フラッシュミノー8号って、うん、なんか加藤さんの作風、まあ今までの いろんなルアーの作風の中でちょっと異端じゃないですか。そうかな。でも TD ミノーをちょっとこうちっちゃくしてみたいな感じで、まあまあ要はああいう感じでフラッシュミノー8号は行ったんだ俺の前で。あ、そうなんですか。そう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 、そしたらうまくできなくてやっぱ難しくて、でフラッシュミノー頓挫してる時に、はい、ベビーミノーを先に行ったんだよ。その理由は、はい、その頃まず今世の中にちっちゃいミノーがいっぱいあるけど、はい、それもなかったね。いや、あの時のベビーミノーができた時のおじいさんおじさんしかわかんないけど、まあ大体僕と世代が近いね、今40手前ぐらいの人たちは分かってると思うんですけど、そのルアーって大きい60ミリからまあまあ80ミリぐらいのものが多かったんですよ。まあ今で言うと大きいのからちっちゃいのまであるけども、昔はそんなにめちゃくちゃ大きいものもなければ、そうそう、そんなにちっちゃいものもない中で40ミリのミノーが出たっていうのが、そう、今日衝撃だったでしょ。はい、うん、そうなんです、ちっちゃってなったんですよ。そうそうそう、でもあれは、はい、絶対釣れると思ったんだよ。ないから よう釣れました。ないから、はい、どこ行っても釣れるから、はい、これ釣る、だからあれを追い越したんだ先に、フラッシュミノーが途中からやってて、そうですね、よく釣れるやつができたから、はい、トンザ、フラッシュミノー追い越すベビーミノー行く、はい、ああできたベビーミノーだ、これやっとフィッシングショーとかいろんなところで発表できる、売れる、はい、と思ってて、はい、でそれと同時にシャットじゃないけどもっと潜るやつが欲しいってなったり、自分の中でミノーの、あ、すごっ、じゃあベビーミノーの潜るやつがベビーシャットだったんですか。そう、いやだから、はい、ベビーシャットは、確かフラッシュミノーの頭と、はい、ベビーミノーの後ろを足して、はい、長いリップを作って試作を作った。あ、そうなんですか。そうそう、記憶はそう、はい、いやいや、ちょっと、ちょっと、特別に見せる、お、なんですか、なんですか、いやいや、もうその頃の話を、はいはい、あ、ちょっと待ってください、これ持ってきます、これ。その頃の話をするなら、はい、これを見せると、うわ、これ当時のやつだからね、うん、うわ、ちょっと待って、めちゃくちゃ貴重なものが出てきてません。これ当時のやつ、うわ、これ TD ミノの弦、まあ、原型だよ、原型、みんな原型だよ、これ TD ペンシルの原型、うわ、 TD ペンシルの原型、まあまあその辺は、うん、あれだけど、これこれこれ、ね、これこれ、はいはい、これがベビーミノーの最初に売ったやつで、これ俺が一番最初に、ああの、お客さんに説明したパネルだよ。あ、これベビーミノーのパネルっすか。当時のこれしかなかったんだよ。はい、ブースもなしにこれ持って歩いてたんだ俺は。あ、そうなんすか。そうそう、思い出のパネルですね。思い出のパネルなんだよ。はい、でその時に入れたガラスがこれだよ。あ、確かに確かに、うん、ガラスビーズラトルっていうので売ったんだのが初めてなんかこうプッシュされたルアーですよね。そう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 、今まではガラスが入ってるものもあったかもしれないけど、ガラスが入ってますっていうのを、そうで、ガラス入れなきゃいけなかった理由は、はい、サスペンドを歌った時に、はい、この大きさになると、はい、ぴったりのウエイトがないんだよ。あー、でガラスはちょっと大きさがあるけど軽かったんだよ。ちょうど調整用にガラスを使った。そうで、鉄球だとちっちゃいから、はい、接着した時に壁にくっついちゃって、あとか、まあいろいろあってガラスになったんだけど、はい、でこれがあれだよ、ほら、もうベビー車の、もうちょっと破壊されちゃったけど、
すごい。スーパー原型これ。え、ベビーシャッドのスーパー原型？そう、これスーパー原型、これこれ。これもうプラスチックじゃないもん。もうなんか石膏じゃないけどその硬い素材で原型を作って、はい、これをその今みたいにコンピューターじゃないから、はい、手で習って金型作ってたんだよ。うわ、これっすか。これっす。これが日本のシャッドの、そう、原型、原型、ルーツ、ルーツっすね。絶対にルーツっす。これがもう絶対なルーツ。はい、これとこれと。この上の黒いのは何ですか。いや、だからこれがこれの半割りの人ルーツ。あ、半割りで、そっから最初にできてきた、すごい貴重なものが今出てますね。これ最初にできてきた、はい、金型になってない最初のプラスチックの製品がこれっす。で、どれ、あ、それこれっす、これっす。もう半分しか残ってない。どこにあるか分かんない。もうベビーシャットですね。だいぶだいぶ、そうそう。うわ、すごっ。これソウルシャットね。これは僕が中学校の時に、そう、これがルーツだと思うよ。ここ、今のシャットの、へえ、すごい。島の、ね、貴重だから。貴重なものが出てきますね。これ貴重だと思うよ。ここ、ここはでもすごいものがたくさん入ってますね。これ、これやばいっす。これはやばいっす。これモザイクっすか。いやいやいや、別に見ないと困るもんじゃないけど。はい、山岡さんが作ったワンダーの原型とか。山岡さん作のワンダーの原型。そう、これ貴重ですね。ほらほら、ハンクルポップ作った時の泉さんのポップワールの、あ、え、ポップワールの泉チューン。そう、ほら、泉チューン。そうですね、まあいずれは泉さんも出てもらわなあかんすもんね。そうですね。うわ、これは、あ、でもほら、ダイワの、あ、ザ・ミノー、ザ・ミノーのこの日本のルアーの歴史の中で線が入った、プラスチックルアーにこういう線が最初に入ったのはこれ。このルアーの表面に、そう、鱗模様というか、鱗模様、へこの鱗模様ね。はい、これが出るまでは凸の鱗模様だったの。なるほど。レーベルミノーとかみんな全部、あ、確かに確かに。これはへこの、要は、あ、膨らんでる模様ではなく、くぼんでる模様として、そう、鱗模様ができたのはこれが多分初めのはず。いや、これも僕は中学校の頃投げてましたよ。まあすごい軽いミノーですよね。そうそうそう、これはもうどっちかっていうと、ルアーとルアーの機能をどうこうよりも、はい、見た目をこう餌に似せた、はい、ルアーだよね。なるほど。と、まあそんな感じでですけど、これは貴重なものが見れましたね。で、そんな感じで、はい、シャッドの歴史が始まるわけですよ。ベビーシャッドが生まれて、そうそう、ここからそのシャッドの歴史が始まる。日本風の、今の日本風のシャッドが始まると。そう、はい。で、まあこれが何が良かったかっていうと、はい、要するにピューって巻いたら、まあクランクベイトのタイトなやつみたいな感じ。はい。で、ジャークしたらミノーみたいな感じ。はい。で、ミノーよりも潜る。これがいいところでしたね。そう、で、止めたら、はい、姿勢がまあこう、こういう姿勢で止まって、ふわってこうなって、そうすると冬の間は、まあ、おいがバンと割ないやつもヒューってきてパクってきて食うとか。はい、なんせ僕これで冬のその琵琶湖のおかっぱりで中学校の頃なんですけど、うんうん、めちゃくちゃ釣れました。めちゃくちゃ釣れたろ。めちゃくちゃ真冬2月、あのバレンタインぐらいのタイミングにこのサスペンドシャッドをジャークする釣りで、でやっぱ周りもシャッドをめっちゃジャークしてましたね。あ、そうそうそう、だからそれは、はい、チャッチャってやって止める、はい、チャッチャってやって止める釣りだったね。はい、に変わったんだよ。だからプル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 ってコンプリートリーブとかプルプルプルっていうのとか、はい、こう横にしてこうやってするコンプリートリーブで止める巻くからチュッ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 って止めるっていう釣りに変わったの。それがベビーシャッドが変えたっていうことですね。変えたんだと思う、はい、そこは変えたんだと思う。で、それに似たタイプのものがダーっていくわけよ、世の中。いやー、増えましたよ、めちゃくちゃダーっていって、めちゃくちゃ増えました。そこから日本のシャッドブーム
が来た第一次シャットブームですね。日本の第一次シャットブームってもうほんまそうですよ。ベビーシャットが出たことによって広がった、うん、それはもうそうだと思う、はい、で広がって、でまあベビーシャットはサイズが2サイズだったっけ、3サイズだったっけ、50mm が50、65と大きいのじゃなかったっけ、なんか大きいのは大きいのでありましたね。70、これ、うん、そうそうそう、これ大きいですね。これアメリカで作ったんだよね。はい、あるんだけど、はい、まあ、それぞれがどっちかっていうと巻きよりはジャークに寄せてる。で、ジャークした時によく止まるようにできてる。ベビーシャー、ブレーキがしっかりかかる、ブレーキがかかるようなルアー、はい、でブレーキがかかるとなかなかその横飛びっていうか、そのなんていうのかな、こうなりやすいんだけど、本当はもう泳げませんみたいな、あアクションが破綻しやすい、そうそうそう、はい、それをちょうどいい具合にするのにこのリップの先とんがらかしたりとかしたんだ。結構とんがってますもんね、これはすごいとんがってます、うん、そう破綻しないので、あまあそれがベビー車で、でも、はい、あとはそこからいろいろシャットが出てくるんだよね、はい、もうジャッカルに伺って RS150 もシャットダウンって言われたけど、俺の中ではクランクベイトなんだけど、あこれそう99年にジャッカルができた時に、かなり初期のハードルアーになりますよね。ウォーターモニターモカシンが1番、いや違う違う、 RS150 が1番、これが1番、これが1番だと、へえ、これよりも先に K1 があるから、あ K1 泉さんとこのハンクルの K1 を先に作って、はい、でこれに行ったんじゃなかった、これはでもシャッドではなくて、お風呂の中ではクランクベイト、まあ、春先に使うクランク、ああ、じゃあジャッカルとしてのシャッドっていうと、てかさ、でもそうじゃなくて、はい、このメーカーの話はまあそれでいいんだけど、はい、シャッドをどう使うかを知りたいんじゃないの、見てる人たちは、こうアメリカンシャッドの釣りと、うん、ジャパニーズシャッドの釣りがこんだけ違うんだっていうのを多分今知った人が多いと思うんですよ。そういうこと、そういうこと、その巻きシャット、巻きシャットと、そうで今は両方なんだよ、はい、両方うまく使えないとダメですよね。そうで両方だし、ソウルシャットが出た後に、はい、ソウルシャットはベビーシャーがやって、俺ずっとだからシャットもやらなくていいと思ってずっとしてなかったんだよ。ベビーシャットからソウルシャットまでの間はすごいあったと思う。10年以上の、いやもっとでしょう、だからもっとかもしれん、分からんけど、いやでも10年ちょっとちゃうか、10年ちょっと、うん、10年ちょっとやと思うわ。そう10年ちょっとやと思う、はい、もうそれもごめん、あの年月はちょっと本当に自信ないわ、はい、でもソウルが、ソウルの 58SP が、うん、できて、もっぺんシャットが火吹くねんな、第2次シャットブームが、ジャパニーズシャットブームがやってくんねん、来たわけですよ。これはもう第一次はベビーシャッドで多分誰も文句言わないし、第二次ソウル、そのシャッドブームはソウルシャッドが引っ張ったって、これも誰も異論ないと思います、うん、じゃあ一応そういうことにしとこう、はい、異論ある人いたらごめんね俺やっていう人がいるならもうそれはそれでいいわ俺で、はい、ソウルシャッドはベビーシャッドのピッピッ止めとはまた違うんだよ。俺はこれよりも高速で巻いた時にリアクションが起きる、あ早巻きシャットだ、そう、はい、で早巻きシャットもなかったんだよ。早巻きシャットはなかったです、まあなかったっていうか、これでやってる人いたんだけどね、トラッパー、トラッパーね、を買い、トラッパー買い、チューンしたりとか、はい、チューンしてやってる人はいたけど、はい、あの製品版で早巻きシャットっていうのは多分なかった、はいはい、なかった、はいはいはい、でこれはそういう意味での早巻きシャットなんですよ、傾向としては。その早巻きルアー、ルアーを早く巻くっていう、うん、のがこんなに効くんだってなったのが、あソウルシャットかもしれないね、ソウルシャットかもしれないじゃないですかね、かもしれない、はい、まあ早く巻いて釣れんだけどね、他のルアーでもスピアベイトもそうだし、クラグベッドだってバイブレーションだってみんな早く巻いて釣れるんだけど、はい、特に印象が強かったのこれね。そう、当時、当時今から僕も10年ぐらい前に
あのブラッシュの動画で、ね、ソウルシャッドを使って早巻きの釣りってやりましたけど、やっぱり、ね、寄せられたコメントはそんなにルアーを早く巻いて釣れるんだっていうことに衝撃を受けたみたいな内容が多かったんで、やっぱりルアーって、いやでね、はい、このルアーのすごいところって、はい、そのどっか の, そのバンドっていうのかな、そのスピード感とか、はい、まあ、いろいろマッチすると、はい、もう餌以上に餌になる。いや、わかりますよ。だよ、はい、でこれはそれができたルアーだと思ってね。いや確かにソウルシャッドってその早く巻いてアクションが壊れないし、そのバランスめちゃくちゃいいわけじゃないですか。でめちゃくちゃ釣れましたもんね。それこそ餌以上に釣れた。今でも釣れるんだよ、だからちゃんと使えば、はい、もうちょっと忘れられつつあるけど最近ね、ルアーを忘れ去るスパンが早すぎて、早すぎんだよ。本当にいいルアーのことをみんながその忘れてしまう。だからほんまにあの俺たちチャンネル見てる方にもちょっとこう、まあ、釘を刺したいじゃないですけど、その新製品は新製品ですごいかもしれないけど、やっぱ古くから優秀なルアーってずっと釣れるじゃないですか。いや、ソウルシャットはずっと残ると思うよ。これだってこれ餌なの、ここ。いや、餌ですよ、これ。これだけど、はい、餌なんだけど、はい、餌に刺すには餌にさせられるようにならないといけないんだよ。だからそこがソウルシャッドがこうみんなが、え、ソウルシャッドってそんな釣れるのってちょっと忘れ去られてるのか知らないのか、まあそれでどっちなんだろうね、どっちか分かんないですけど、でも多分そういうなんか原因があるんですよ。うん、そうだね、知らないっていう。うん、まあ知ってて美味しい思いしてる人はね、あのたくさんいると思うんですけど。いや、あのそう、ソウルの話していい、ちょっとだけ。いや、ソウルの話してください。宣伝じゃないけど、はい、メインはゴッパチ SP なんですよ。これですね。そう、これの使い方をまず覚えないと俺はダメだと思う。確かに。いや、ソウルシャットってまず 58SP、 これがまあ最初にデビューしたじゃないですか。そうそうそう。で、それはもう一番いいとこからデビューしてるんですよ。ただ、はい、一番いいとこからデビューしてるんだけど、脇行ってる耳はちゃんとあるんですよ。脇行ってる、脇っていうのは小さくしたり、あ、リップ長くしたり大きくしたりしてんだけど、はい、ローテーションの話ですね。そうそう、これはローテーションの話で、はい、一番最初に覚えなきゃいけないのはゴッパチ SP なんですよ。絶対に、絶対そうです。僕も絶対にそうだと思います。で、ゴッパチ SP で、はい、早く巻くのをちゃんと覚えて、はい、で、さらに言うと、糸の太さ、はい、竿の硬さ、はい、で手に来る感じがこんな感じでなんだ、でこんな感じで釣れんなを覚えないと上に行けないと俺は思うんだよ。ああ、だからまあ第二次、まあ、シャッドブームでこうバンと注目されたこのソウルシャッドですけど、58のを 100% っていうか芯の凄さをちゃんと分かると、はい、脇のもルアーもそうだし、はい、まあ、他のメーカーのルアーも多分、あ、こんな感じ、あ、こういうことって俺は分かると思うんだよ、はい、これ一番すごいからです。すごい、確かにこれ一番すごい、一番すごい、これは、うん、でも、僕が、まあ、ジャッカルの今人になってますけど、ジャッカルの人じゃなかったとしても、まあ、その本当にフラットな一釣り人の立場で言わせてもらいますけど、これはマジで世界一釣れるルアーだと思います。すごいと思う、俺もすごいと思う。これは世界一釣れると思います、僕は。だってどこ行っても釣れるもん。世界中で釣れるじゃないですか。世界中釣れる、世界中で釣れるし、まあ、もちろんね、このホームグラウンド琵琶湖でも未だに釣れるじゃん。未だに釣れるし、何匹釣ったか分かんないぐらい釣ってるし。これね、何がすごいって、はい、バーッと巻いて、例えば浅いとこでも、はい、ボトム叩いてもそのまま行くじゃん。ただ行きますね。そう、だからひっくり返りにくい。そうで、このリップでそれができたのがすごいんだよ。あー、リップに秘密があるんですか。いや、バランス、これもね、あの正直なところ、はい、そのまま作らないと同じにならないから、もう俺もう分かんない。いや、これルアーってさ、はい、ルアーっていろんなとこいじりながら合わせていくわけよね、はい、合わせていくんだけど、これかなり偶然できてんだよ。偶然できてる、かなり偶然できてるね、はい、かなり偶然できてて、これ正直、はい、まあ、
ジャッカルの中では一瞬お蔵入りしてたんだよ。あ、そうなんですか。そう、お蔵入り してたっていうか、もうシャッドはあんまやりたくなくて。あ、ベビーシャッドがもう、そうそう、超えるの難しいから、はい、こういうデータとか、まあ俺しょっちゅうデータ作ってるからいっぱいデータあるんだけど、この10年何もシャッドをやってなかったわけじゃなくて、そうその間にもたくさんシャッドが欲しいとか言われるから、はい、シャッド作るかとか言ってやるんだけど、はい、でもやってもまああんま変わらんやんってなるやん、はい、自分の中で、はい、変わらんのはいらんやろってなるから、まあもういいやん、ベビーシャッドと釣っとけばみたいな感じになるから、はい、まあこれも作ったけど寝ててしばらく。あ、そうなんですか。3年か4年寝てた。はい、でもこいつはね、偶然機械が削り間違えたんですよ。え、そんなことあるんですか。いや、あるある。あ、セットの仕方がまだそう、これやってることってもっと緩い頃で、光造形ない頃や。あ、光造形がない頃。そうそう、はい、今で言う、今はもうバツってできてくるけど、はい、そうで、ちょっとだけそのデータ上から、僕が作ったデータ上から、はい、ちょっとだけ上がりが違ったのよ。ちなみにどこがどんな風に違いますか。それは言うとちょっと他のメーカーにヒントになる。ああ、そこはごめん。はい、後で僕一人聞きます。一人だけ聞かせていただきます。はい、で違って、はい、そしたらそれがすっげえ釣れた。へえー、でこれがだから最初のもの、偶然の産物。そう、はい、これは最初のもので、でもこれもこんなになるまで釣ってるんだけど、はい、でそれと同じものを作ったのはゴッパチ SP だから、これはもう本当にすごい。あ、偶然のものと同じ形にした。そうそう、偶然から製品化されてるから。へえ、これ偶然化から製品されて、あとは必要だから製品化されてるんだよ。なるほど、なるほど。いや、僕ちょっとほんまにこの 58SP のバランス、リップにしてもフックのサイズ感にしても、その縦横のこの長さの話にしても、極めてもうこれ以上ないと思います。けどまあこの他っていうのはバランスがまあ微妙にやっぱ変わるわけじゃないですか。微妙に違う。だからこれは DR と DDR は、はい、本当にバスがいる水深に対して早巻きして、はい、かすめるにはこの水深潜らないとダメでしょみたいな。で、そのかすめる話もしたいよ、これ。かすめ、いや、してください、これ。かすめる話、それ聞きたいんですよ、みんな。あのね、はい、そのまあ、魚いっぱいいるじゃん、水の中にいっぱい本当はいるんで、はい、見えない、見えないだけで、はい、で餌取りに来てる魚でも、そのすごいこの何ていうのかな、餌に対してセレクトで餌を追っかけ回してるやつもいれば、はい、そのボーっとというか、まあ、例えばここで待ってますよ状態の魚もいるじゃん。あ、今は食べないけども、そう、はい、来れば食いますよ、はい、でそういうのってこう巻きでやってるとこういうのの横を通るじゃん、こうルアーが知らん間に通ってるってこと。知らん間に通るんですよ、はい、だからあの霞とかでやってるのもビューッと同じところで巻いてるけど、はい、もうそうやって巻いてる魚が来て食うこともあれば、はい、ずっといるんだけどルアーはこの辺通ってて食わないんだけど、霞めた時は食うっていうこともあるわけ。ありますね。でその霞めた時に食う力がすっげえ強いんだよ、これ。あ、そのかすめるだけで無視されるルアーと、そうかすめた時には食われるルアーとあるんだよ。あると、あるんだよ、はい、でかすめた時にすげえ食うんだよ、こいつ。まあ何度もその経験はしてますからね。 それはあのサイトマジック見てもらっても何しても分かるけど、はい、釣れんじゃん。釣れる、はい、でそれはとバスがこういたら、はい、もうさらに言っちゃうけど、これバスの頭ね、はい、そしたらこれはワスのテールに対してこういうふうに抜けた時が一番来るんですよ。ちょっと待って、あの大事なこと言おうとしてますよね今。いや、俺にとってはさらっと流したい感じのそれを僕が引っ張らなあかん僕がそれを引っ張り出す仕事なんで、もう一回もう言っちゃいますね。ワスのだから斜め後ろから、そう、これでもね、頭、はい、ショーとかでは喋ってるよ。まああんまこういうところでは喋らないけど、はい、喋ってください。頭の後ろからこう抜けるとか、こう要は片目から両面抜けるっていうのが大切なの。あー、片目の位置から。だからバスの頭には目が左右についてて、 それの片方側後方からルアーが迫って、そう、
目の前に来た時に両目で見れる、そう、もしくはもう角度でいうとこの90度とか、とにかくこうから来ると必ず両目で見ちゃうから。なるほど。バスの死角の、まあ、片目側からだけの人間ってこれ分かんないですよね。侵入、いや人間も右目で見たら首振るから。でも確かに首振るって大事ですね。バスは首振れないじゃん、体振らないと。体振りますね、うん、はい、でも体振る前にこれが通過するのが大切なんだよ。はいはいはい、だから結構言ってますよ、はい、今言ってますよ。だから早巻きはそれが必要なんだよ、はい、だからビューっていくことが大切なんだよ。で大切でわずかの間で右目か、まあ、片目から通り過ぎたものが、右でも左でもいいんだけど、はい、そうこう通り過ぎて前に現れるのが大切なんだよ。それがゆっくりだと振り向ける暇があるけど、早巻きっていうことでそうこのタイムラグがなくなるから、そう で面白いのがプラグはこれがこいつが動かないんだよ。ピューってきても、はい、ワンワンポッチャンっていくとこうするんだよ。もう面白いんだよ。あー、なんでなんでしょうね。同じポッチャンなのに、同じポッチャンでも、いやそれは試してもらったのかと思う。池原でも七井田でもいろんなところで試したけど、はい、もうワームポッチャンってピューって逃げたらピューっていく魚も、はい、プラグポッチャンのビューは全然いけやがる。なんでなんでしょうね。よっぽどワームで嫌なもんしてるんちゃう。その柔らかいものが水に落ちるっていうその時の衝撃波が水中に伝わってくる感じが、わからん、もう嫌な感じなんやろ。それと危険っていうのがリンクしてるんでしょうね、うん、俺もう何回もその経験ある。だから七色で六丸がなる木とか昔あったじゃん。ありましたありました。なってる時にワームピュッて入れたらみんなシューッと下がってくじゃん、はい、でもクランクベッドピュッとギューッと巻いて体に当たってもなんか俺みたいな感じで逃げていかないんだよ。でも、はい、これ逃げなくなったじゃんとか思ってワームピュッて入れるとフューッて消える。あああるかもしれない。だってビッグベイトでもそうですもんね。ビッグベイト あんなでっかいものがボチャーンって言ったら音で言ったら驚かなあかんのに、そうあれは平気や、あれ平気だったりするんですよね、うん、でもちっちゃいワームピュッて入れたらフォーって逃げてきます。逃げてきますそう、まあ、あれの感じに近いんだけど、はい、これはだから抜けることが大切で、はい、でその抜けるときにサイズが必要や、届かへんから。なるほどなるほど。そのバスの視界の近くを通るための 62DR ってちょっと潜るのが DDR とかって、はい、であとはボトムに当てる時の推進感だとか、はい、そういうので、はい、バリエーションが必要や。でも一番覚えなあかんのはゴッパチ SP です。そうですね、はい、いやほんまにゴッパチ SP はもう、まあ、宣伝と思われたらちょっと嫌なんですけど、それがあるからあんまり言いたくないけど、でもほんまにシャッドを覚えるためにはこれをまず覚えて、最低でも僕これは色、まあ、チャートにしても透明系とかシルバー系ゴールド系とか一通り揃えてもらいたいと思っちゃいますね。でだよ、さらに、その振動感を覚えないといけないんだよ。硬い竿でやるのと柔らかい竿でやると全然超が違う。全然違うんですよね、糸も全然違いますよね。全然違うから、全然違うから、はい、もう8ポンドでやるのと4ポンドでやるのも全然違う。全然違いますよね。加藤さんが思うソウルシャット 58SP を最も活かせるロッドとライン、そこ難しいな。まあ俺は ML、スピニングだったら ML か UL かどっちかな。お極端なんだよ。 ML か UL、 L 飛ばしてるんですか。 L は飛ばす。ああ難しいところですわ。いや僕ね、でもね、その琵琶湖でガイドをしてた時に毎年この4月5月6月ぐらいの夕方に魂の宴って呼んでたんですけど、ソウルシャッドがもうとにかく入れ食いになる。でやっぱ40から上の魚、40cm 50cm 60cm 60とか来た時はもう大変なことになるんですけど、入れ食いになるパターンが毎年あって、で、そこでね衝撃的な体験をしたんですよ。3人でやるじゃないですか、うん、で、3人でやるっていうか、まあ僕お客さん3人で釣りをしてて、1人のお客さんがボコボコ釣るわけですよ。それ絶対やらかいさを釣ってますよね。その時はその
お客さんだけやっぱりロッドが違ったんですよ。で僕も投げたら釣れるんで、僕とそのお客さんが同じような硬さのロッドを使ってて、一人のお客さんだけがもう巻きスピードを合わせたり投げてるとこ合わせたりするけど釣れないんですよ。そういうことも聞くんだよ。でこれがどれぐらいの差があるかって言ったら10-0なんですよ。あるよ、その同じルアーを。だから釣れないお客さんからしてみたら釣れんルアーなんねん。そう、ソウルシャッドを投げてんのになんでそんなにね、片や釣ってる横で自分だけ釣れないんだと。だから外れてんの、こうリールのね巻き方を見て、合わせてやったりで、どこ投げてんのどこ投げてんの、いやあそこ投げてるって言って、あそこ同じとこ投げたりするけどもう全然追いつかないんですよね。それは起きる。そういうルアーであるということを、いやそういうルアーじゃなくてどんなルアーでもそういうことあるんだよ。確かに。どんなルアーでもそういうことあるんだけど、特にこいつに関してはそういうのを学ぶのにいいと思うんだよ。なるほど。だってすっげえ釣れるルアーだから。そうですね。だから外したところで釣れるから、はい、外したところで釣れるけど、はい、その10-0になってる理由は10釣る人がすごすぎね、あ合いすぎてね。そういうことですね。そうだと思う俺は。だから合いすぎるチャンスがあるってことですよね。これは合うチャンスがある。だからそれ今こう見てる人は、はい、その今こう喋ってることを聞いて、はい、要は柔らかい竿か硬い竿かをやっぱどっちかをちゃんと使い合わさなきゃ。これだからロッドローテーションっていう考え方、うん、まあローテーションっていうか、だから自分の中でそれは作り上げるもんだからさ。はい、あ、この時期のここの釣り場だったらこっちやなとか。ああ、だからそう考え方があるということは知ってもらいたいですね。そうそう、だからその考え方がなし、はい、知らずに、はい、これ大学だから、はい、知らずに釣りをすると、はい、いつまでたっても釣れないけど、はい、でも隣で釣る人がいて自分が釣れなかったら隣で釣ってる人は食ってるんですよ。全部が合ってるってことですね。そうそう、合ってる。速度だけじゃなくて、そう、ラインの太さから、バイブレーションの釣りでもね、はい、まあ、ゆっくりでやってるのを見て、はい、みんな合わせてやるけどできなかったりするんじゃん、はい、でもそれはなんか合ってるところに俺が合わせてるから釣れるだけの話で、はい、もうそれ知ってるからできるだけの話じゃない。知ることが大切だから。はい、だからシャッドの釣りもそうなんだ。早巻きで釣れるっていうのはどれぐらい早いかを知るんだけど、そのリールによっても何にしても全部違うじゃん。違うね。それってさ、何が一番大切かって言ったら結局自分の体に染み付いてる手から感じる振動感とかスピード感なんだよ。そのブル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 ってくるものが、そう、ブル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 、いろいろある、そう、中で自分がこれやって思えるものにいけるかいけへんかが一番大切や。あー、むずい話ですけどね。いや難しいけど、でもこれを分からずしていろんなルアーをどんなに買ったって、ね、釣れるようにならないよ。だってその一番釣れるとこは分かんないもん。だからそれを学ぶために1個目に手に取ってもらうのがソウルシャットだったら、その後の広がりが、そう、絶対違うと思う。もう俺カラーローテーションより何よりも一番釣れるバンドを知るっていうのが一番大切だから。ああ、色をまず無視して、あ、俺色よりもそっちだと思う。いや、それは同意します。うん、いや、色大切だよ。まあもちろん大切ですけど、でもそれが分かんない人は何やっても合わないよね。だから多分ワンウェイも同じだし、はい、何でもそうなんだよ。もう全部リズムとかこう釣り方とか、それはすごい大切なんで、これでも動画だけじゃもう伝えきんないよね。いやでも大体動画でもこれずっとね、俺たちチャンネル見てもらってる方は、まあ、ハザタクマがフィッシュマグネットだって言われてるのを見てるわけじゃないですか。うんうん、でこれもやっぱ僕はもうルアーオタクとして、さまざまなルアーのそのバンドを、そうそう、あ、合ってる、あ、もう分かってるから、そうそうそうだ、だから誰かと並んで、うん、釣っても釣り負ける気しないでしょ。釣り負ける気しないし、うん、そんだけだからもうね、今時ルアーオタクってどんだけ世の中いるか分かんないですけど、僕もクランクベイトとかシャドウとかミノとか山盛り持ってて、全部こう巻いてきた時の、これはこのスピードで巻いた時にめっちゃ釣れるなっていうのを想像できるじゃん。想像できるから、例えばこの間もトラウト行って初めて投げたルアーがあるんですよ、エッグナッツ。あれを投げた時に、もう投げてパッと巻いた時に、あ、これこの速度で巻いたらいいわって思ったら、もうそれでボコボコみたいな。いやいや、そうなんだよ。そうそう、だからそれは本当に
口で言うのも映像で伝えるのも難しいけど、はい、でもそういうところがあることを知らないで使うのと、はい、あ、そういう話があるんだって分かっていろいろ試せるのとでは違うから、はい、だからそれ試してほしいし、まあだから冬はトラウトの管理釣り場行ってスプーン引くスピードを変えるだけで、あ、マスってこんな風に変わるんだっていうのを知るのでもいいし、はい、とにかく生き物がなんか自分のやってることでこうすごく変わるっていうのを分かってやるかやらないかはすごい違うと思う。これはだからシャットの話、でもシャットの話から外れた。いや、外れたけどこれめちゃめちゃいいことになってますよ。あ、そう。だからそれで言うと僕はそのソウルシャットの 68SP っていうのが僕の釣りの中でちょっとルアーのバランスがなんか違ったんですよ。あ、だからここ針変えんねやろ。だから僕はこれを針を変えて自分に合うように。ねだからそれはいいと思うよ。自分に合うようにして釣りで釣れるようになるんだったら俺はそれでいいと思う。はい、もともとだからソウルシャット 58SP がスピニングタックルで4ポンドとかでそのやってて、4ポンドで合ってますよね。だから俺は4ポンドですね。ウルトラライトでやるときは4で、うん、ML でミディアムライトでやるときは5ですね。5にするときもあります。5です、はい、67の ML でやるときは5でやります。でベイトフィネスでやるときは8なんですよ。でもベイトフィネスでやるときは8なんだけど、はい、8でやるともうとブツタイトになりすぎるんですよ。あー、なりすぎる、なりすぎるんですよ、はい、そうするともうそれはそのスピードで引かないときなんですよ結局。あー、だからその糸が太くしたいっていうシチュエーションじゃないってことですよね。そう、もうでもそうです。8じゃないとしょうがないから使ってる。で僕はその魂の宴があまりにもでっかいバスがボコボコ釣れるから、それでじゃあ4ポンドの、ライトタックルで、僕はライトでやるんですけど、4ポンドのライトタックルで60センチのバスをかけましたと、これ上げるのにやっぱり結構時間かかるんですよ、うんうんうん、下手したら10分近くかかる、うんうん、走るからね。走ってで、ね、ファイトでこう行ったり行ったりしてようやくネットでとかなるのにすごい時間がかかるから、これを短縮しないと魂の宴が起こる瞬間って終わっちゃう時間、その30分ぐらいなんですよ。あ、分かる。だから30分の中で1匹に10分かけてたら3匹しか釣れへんっていう話じゃないですか、うんうん、もう投げりゃ入れ食いで釣れるのに、うん、でそれをなんとかしたい、このファイトの時間を短くしたいっていうところからベイトタックルでやろうと思って 68SP をやりだしたんですよ。なるほど。でもこの 68SP をやった時にその僕が思う釣れるアクションっていうのがツボが違うんだよ。ツボがこの今の設定では出なかったんですよ。だからもともとついてるフックをダズミドウのフック、あれってあのガマカツさん そのラウンドベンド M ってい うフックの7番なんですけど、これにソウルシャッドのフックを変えると僕が思う 58SP と同じような超過の方向に行くんですよ。だから8ポンドもしくは7ポンドでちょっとこう強めのタックルでビュンと投げてグルグルって巻いた時にうわ近いなと、で実際バスももう遜色ない、 58SP と 68SP がもうため張れるぐらいの勢いで釣れるわけですよ。そうするとファイトの時間が10分だったものが3分ぐらいで収まって、結果3匹しか釣れなかったのが10匹釣れるみたいな、まあ、そうなり得るよね。そういやなり得るんだけど、結局それって全て組み合わせなんだよね。うん、だから 68SP はどっちかっていうと俺の作りだともうちょっとその魂の宴よりはリザーバーに寄せてるからさ。確かにこれ巻いてるだけで結構強いんですよ。そうだからリザーバーに寄せてるんですよ俺は。それこそその過去の巻きシャットに近いですよね。寄せてる だってこれ魂の宴で使ってもらえると俺思ってないから。逆にじゃあこれを魂の宴で使ってるのは僕が僕のガイドのお客さんぐらいの方が多いと思うよ。そういう世界観だと思う、うん、俺はどっちかっていうとこれはリザーバーで使う人が多いだろうなと思ってこの設定にしてるから。そういうことなんですね。そうでこれはちょっと川系でもちょっと深いのかなとかさ。はい、一応全部合わせてはいるんだよ。そのロケーションごとにタッチするきっとそうだろうなっていう方へ合わせてる。いやでもね、はい、さらにシャットの話と釣りの話と、はい、僕ソウルシャットも引
き方で魚のサイズが変わるようになったりとかさ、ジャークの仕方ででっかいのしか釣れなくなったりとかさ、しますね。するでしょ。それもきっと聞きたいでしょ。聞きたいっていうか、僕が聞きたい。なんでかって言ったら、僕がソウルシャッドでジャークする横で加藤さんがソウルシャッドをジャークすると、魚がやっぱ引っ張ってくれる数が変わってくるわけですよ。で、何が違うのかなと思ったら、日本風のトゥイッチとかジャークとかって言われるスピニングで使うハードルアーのジャークにしては、加藤さんのジャークってめちゃめちゃ強いじゃないですか。めちゃめちゃ強い。で、これ結構強くて、でも、はい、でっかいの釣れるんだよ。で、もうなんかでついてきた時には、はい、もう本当にスイッチ入ってきちゃってるってことですよね。ボートの横だろうが何だろう、関係なしに追っかけてきてるからね。確かに加藤さんのヒットシーンを今まで振り返ってみると、僕はやっぱりロングディスタンス派なんで結構遠いところでファイトが始まるんですけど、加藤さんのファイトは意外とボート間際での多いよ、ファイトが多い。多い多い多いと思う、はい、いや、てかこれね、ソウルシャットをほら作ってる時に、はい、Y さんね、まあ、まあ、いや、山木さん、山木さん、Y さんに分かんないけど、山木さんと一緒に釣りた時に、はいはい、すっげえついてくるから、はい、またついてきた、またついてきたって俺言った、はい、そしたら、いや、ついてくれよって言うんだよ。ああ、いやいや、ついてきてるしって言ったら、ね、嘘だよって言うわけ。言いそうね、はい、で、はい、ついてきた時に、ほらほらって言って、ほら、ついてきた、見て見てって言って言ったら、おー、ほんとだって、でも、ついてきたの、バーン食うの見て、はい、なんでそんなことが起きんのって言ったんだよ。はー、そうならないらしいんだよ。あ、山木さんが普通に前行ったり、普通にジャークしてても、してんだけど、でも、ソフトジャークなの、あいつ僕と同じっていう理由なんですよね、はい、でも、はい、数はあいつも圧倒的にバイト多いんだよ。で、バラスイも多いんだよ、割と。だから、うん、確かにバラすイメージあります。あ、来たって言って、はい、おー来たかって言うと、はい、あ、外れたってこうってなった。あだから山木さんは食わせるためのセッティングがなんかもう一つ仕上がってて、そうそう、それでめっちゃバイトが出てみんな食っちゃうと、食っちゃうんでしょうね多分。だからそのセッティングが合ってると。だから横トネとかああいうとこでは、はい、あいつの釣りいいんだろうなって思った。あゆっくりこう食べてって感じの。うん、だからロッド選びも対局ですよね。ソリッドティップの柔らかいロッドで、あ、そう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 、スローに巻くっていうのが山木さん流のシャッドの釣りですもんね。そうそうそう、はい、そう、だからそれで合う魚を釣ってる、うん、で加藤さんはもう少し強めのロッド ML とかでジャークして、その狂わして釣ってる。そう、どっちかっていうとそう。だから狂わして使うときは ML の方が多いんだよこれ。はい、でフィーリングしてベイトを追っかけてるやつだと UL で高速持ちがいいんだ。おー、俺はね、はい、そのね、釣りしてて、あ、今ちょっとこう、まあ、同じソウルシャーク投げててロッド変えることってあるんですか。今ちょっとなんか変わる、ある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 、当たり方が変わるから。てか、魚が多いとこ行ったら角に当たるんじゃん、当たりますね、いろんなもんに当たりますね。小魚もそうだけどバスもそうだし、はい、なんかこう乱れたりするんですよね、ブルーみたいな。そうそう、はい、その時はもう柔らかいかもしれない。あ、そうなんですか。かけに行くから、あ、高速でかけに行くから、はい、でそれがあんまなくて探ってる時はもう浮かそうと思ってるから硬いスポンで強いじゃんけど、ああ、いろんな使い方があるってことですね。そうで、そういうのが全部できるのがシャッドなんだよな。あのミノーよりもシャッドの方が俺はバンドが広いと思うんだよ。でやっぱりルアーの構造的にそのミノーってどうしてもやっぱり細身に作らないといわゆる小魚にならないから、細身の中でそのバランスを取るっていうのが難しいわけじゃないですか。まあ、それとあれに、あれを
ミノンね、はい、こうしちゃうと、はい、ちっちゃいリップだと結局泳ぎ出しが悪くなっちゃう、はい、でもシャットって何がいいってさ、こういう姿勢で止めていいんだよ。ミノンってこう止めないとミノンっぽくないじゃん。確かに斜めから始まっちゃうってことですね。そう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 、そのリップの角度が斜めから始まっちゃうから掴める水が少なくてアクションレスポンスがどうしても悪くなる。シャットの場合はこういう姿勢で止めていいから、はい、もう潜る姿勢で止めていいんですよ。だからめっちゃ水をキャッチするしながらいけるんですよ、はい、だからアクションレスポンスが上がるっていうのと、うん、僕は単純にその高さがある分、うん、そのウエイト位置を下げてそのエアを上に、あ、そうね、だこれの差がすごく作りやすいなと、うん、ミノーだったらどうしても同じウエイトを入れた時に高さがない分その浮力になるものとその重りっていうのがすごく近い、うん、そうね、これがどん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 こう対抗背中をとお腹を膨らますことによってこう遠ざけていけるからルアーとしてこう何かにぶつかったり泳ぎ出しとかね、そう、それとまあもう一つ言うとシャットはカバーにするけどミノはやっぱり弱いから、そうですよね、うん、だから、まあ、これのもっとカバーに強くしようと思ったらもっと高さが上がったフラットサイドクランクが良かったりクランクベイトが良かったりっていう風になっていきますよね。でまあさらに言うと、はい、今度リップの形ね、あ、リップの形、そう、はい、これ D ビルってこう平らになってんじゃん。 D ビルシャッドとソウルシャッドの違い、うんうん、はい、いやまあ D ビルじゃなくてもいいんだよ。要はリップの形が丸かったりこうフラットだったりこうだったり、はい、尖がってたりいろいろあるじゃん。ありますね。でもそれもやっぱり使いでを、まあ、使う場所っていうか、はい、何を選ぶかなんだよ。うん、でやっぱこういうふうになってるのってボトム維持率が高いんだよ。ボトムから離れづらい。そう、トン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 って続けれるのはこっちの方が続けれるんだよ。でこれはどっちかというとこうなった時にこういっちゃったりする。ああ、それやすい。それやすい。点で接点が点だから、そう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 、それが点から線になることによってボトムをしっかりキープすると、うん、そう、だから、はい、でキープでいきたいならこっちの方がいいんだよ。あと硬いもん、例えばテトラだったりする、はい、そういうとこはこっちの方がやりやすいんだよ、はい、テトラってど点で当たるとどっち行っちゃうか分かんないんだよ。あ、角度がランダムなんで、そう、はい、でこれの方が安定してるんだよ、はい、でだけど、まあ、ソウルショットは何がすごかったって砂地でキープできたっていうのがすごいんだけど、あ、その点なのにそうキープできてるんだ。こいつは高滝でもなんで、まあ、スープが、そうですね、3月の高滝の、10度超えたワカサギパターンのボトム当て巻き早巻き、そう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 、あれもあれでまっすぐ来る来ないはめっちゃ大事ですからね。でも本当にボトム砂地まっすぐだけだったら D ビルの方がいいかもしれない。リップだけのこと言ったら、おーとか今のの奥深さもあってシャッドは面白いってことを言いたいだけなんだよ俺は。なるほど、いやちょっと聞きたいですね。でもその D ビルシャッドが、うん、ソウルシャッドと違うタイプのカバーに、これはこっちよりももっと巻きに寄せてるんだよね。うーん、これどっちかって言って北浦のテトラとかの釣りとかそういうとこで釣る方へ持ってってるからさ、はい、あとだからまあ小川だとかいわゆる足元にテトラがあったりとか硬いものがあるときはこっちがみたいな、よかったりするかもしれない。あー、確かに D ビルシャッドは根がかりにめちゃくちゃ強いっていうのが、そうだから維持率が高いからあるってことですよね、うん、っていうのをいろんなルアーで研究してもらうと、ああそういうことって勉強になると思うけど、いや今回だいぶね濃すぎた、濃いですよ。いや本当はね、だからちょっと水槽はちょっとギルマ水汚いから、ね、綺麗だったらこれを見せてあげたかったもんね。ああ、映像で、いや、それは分かりました。もう2020年のうちにどこかで、あ、そうだね、加藤さんの、うん、そのソウルシャッドを使ったサイトの、ソウルシャッドのサイトの話もそうだし、はい、そのボトムに当たるとはどういうことかとか、はい、ボトムに当たった時のリズムでバスはどう変わるとか、はい、ちょっともうちょっと深い話を、まあ実調編ですね。
実調までいかなくてもいい、なんか見りゃ分かる、いや理屈なんだよ、要は。はい、ああ実際釣ってみせなくても理屈だけ 見れば分かる、ああそういうことかってイメージはできると思う、はい、うん、だって水槽に入ってるバスが丸虫だったのがそういう風になった瞬間に変わったりするから。うん、僕もじゃあじゃないけどもその、改めてこの2020年の魂の宴、これ結構みんな忘れてるし、俺たちチャンネルは僕が琵琶湖ガイドをやめてから始めてるので、魂の宴を知らない人もたくさんいるんですよ。こんなに釣れる、入れ食いになるパターンってあんまりないと思うんで。いやでも琵琶湖だけじゃなくて魂の宴っていろんなところで起きる、魂の宴いろんなところで起こると思います、ね、はい、だから魂の宴、このソウルシャッド早巻きでボッコボコに釣れるっていうのが起きる条件とか、そんなのも それを知らないでやっても宴にならないからね。宴にならないですね、どこでやっても釣れるわけじゃなくて、こういうところでだったら宴が起こる、こういうとこ、こういうタイミング、こういうふうな状態だったら宴が起こるっていうので、はい、宴が起きてるだけだからね。そうですね。で、このこういうルアー、このリズム感のルアーが、はい、このタックルだと宴になる、はい、もうそうじゃないとならないとか、もうそういうのの組み合わせだからさ、はい、これも、実調編として、やるんだ、2020年どっかで撮りたい。じゃあ皆さん楽しみにしてください。とりあえず、まあ、座学、このソウルよかったな、ソウルシャッドじゃないな、もうシャッドのこのね、うん、歴史から、この知られざるこのそれぞれのルアー、ね、ビビーシャッドの誕生秘話からだいぶ濃い感じに今日は。そう、こんなんでいいかな。いやまだあるんですか。いや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 、ルアーの話しだしたらキリがあるからねいや、だからキリなくていいんですよ、全然。だって向こうの、あちら側の人たちはみんな見たいわけですから僕も聞きたいし、だからもう、全然もう一回バイブレーションの話に戻って、バイブレーションをまたもっと違う角度で、バイブレーションの話もちょっと足りなかった部分もあったかなとか思ったりもしてたんだよね。はい、シャッドはいいか、今日はこんなところで。そうですね。で、まあだから、今回も、これ見ていただいて、次何が聞きたいのかっていうのをまたコメント欄に。あ、そうだ、ジャークの仕方でも、はい、ジャークで違うんだよ言ったけど、どう違うか言ってへんから、実調編で。あ、実調編するんだ。実調編でそれを撮らせてください。そうだ、じゃあそれでいいか。そう、アメリカに行ってしまうんですよね。はい、もうこれが流れる頃はいないかもしれない。これが流れる頃にもういないってことは、アメリカロケですか。あ、まあいいよそれアメリカに撮れに行きますか。いやー本当に俺、緩急とかそういうことちゃんと YouTube 見てる人に教えてあげたいな。いやー本当、釣れるのと釣れないのってちょっとしたことなんだよな。いや本当ちょっとしたことですよ。このソウルシャッドの話も今もう一回聞いてもらったね、キーになる部分はやっぱりタックルで変わったりとか巻き速度で変わったりとかっていうのがやっぱあるから。そうでもね、本当はだから一人一人に教えてやんないと無理なんだよね。だっていや全然体の大きさも違うしさ、5人ぐらい呼んで5人ぐらいに教えて、そのパターンでこうだって言うと、あの人に自分は似てるからこうなのかなとかって思う。あー、バスフィッシング大学がついに生徒がいないと募集すると。うん、生徒がいないと難しいよね。生徒募集しますか。いやそれで言うと僕も生徒さんがもし本当にこれ見てくれてる人が、いや自分ちょっと生徒として教えてもらいたい。いやそれはみんななりたいとかって言うじゃん。でもさ、そんなにいっぱい来ますかね。いや知らんよお前、メールがどうなってる。いや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 、じゃあ抽選とかになるかもしれないけどでも教えたいこと山盛りあるんですよ。そう、俺もそうなんだけど、はい、でもそうガイドして一人一人教えるわけいかないから、はい、それだったら5人ぐらいをまとめて、はい、ここに読ん で教えて、はい、それを取って、はい、みんなの参考にするっていうのはありだと思う。そうですね、まあ、できる人たちが何ぼかだってもそのそうそうね、そら練習長くやってるからとか特別やとか言われるかもしれないから、一般の方をそう、でも教えれば 100% 釣れるようになる。なると僕も思います。俺それ自信ある。
だって実際マナードガイドで来てもらってるお客さんたちはみんなこの 68SP の虜になり、これでやっぱボコボコでかいの釣ってたし、はい、そうなんだ。だからそのテクニックっていうのは知ればやっぱ釣れるようになると。スルアーのね、どんなルアーでもそうなんだ。作ってる人はそれなりの思いで作ってる。まあ物を売りたいと思って作ってる人もいるかもしれないけど、はい、でもルアーを、釣りを好きでルアー作ってる人は、はい、何らかのなんか思いを込めて作ってるはずだから、その思いが正しく伝わるっていうのが本望だし、うんね、まあ、この俺たちチャンネルもそのように、ね、皆さんが活用してもらったら僕も本望だし、そう釣れるようになって楽しい一日を過ごせる。そうですね、いいと思います。なので、まあ、2020年はこのバスフィッシング大学生徒募集っていうのもやります。頑張って、4月以降でもお願いします。そうですね、ちょっとね、いきなりなんで、あれなんで、もうほんま、これ、台本ないから、突然こういうことが決まるじゃないですか、一回、あれで、何、動画の説明欄で、一回、ちゃんと書きます、はい、ただ、いっぱい来すぎるか、それは分からないけど、ちょっと考えましょう、考えましょう、はい、多分それは分かりやすいと思うんだよ、本当に。そうですね。ハードジャークって言われたってどれぐらいハードか分かんないでしょ。そうですね。そう、ルアーの動きが破綻するちょっと手前ですからね、うん、俺のジャークって。もうだからこれをそれを言う口で言っても分かんないでしょ、破綻とは何やって。これはやっぱりね、一人一人にちゃんと伝えるっていう、これをだからもう見る人全員のもう本当にレベルアップに、役立つ動画にしたいですね。はい、というわけで、はい、長々と喋ってしまいましたが、バスフィッシング大学、これが第3回目でございます、はい、第4回、第5回、今どんどんね、続けていきますので、ぜひともご視聴よろしくお願いいたします。長らくありがとうございました、はい、何分喋った。いやこれもう分かんないです、どうしますか、これまた長い、どうしようか、短いやで、いやもうどうしようか、どうする、これいやもう切るしかないね、切って切らない方がね、切らない方が喜ばれるのかもしれないけど、これ切らんと無理や。